今日も本の紹介していきます。今日紹介する本はこちらです。稲盛和夫さんの働き方という本です。本の概要です。著者は稲盛和夫さん。稲盛和夫さんといえば京セラや KDDI を創業して JAL の経営再建を行うなど日本の企業経営の第一人者です。この稲盛さんがこれまでの労働者経営者としての濃密な経験から得た哲学、なぜ働くのか、いかに働くのか、働くことの根本的な価値について記したのが本書働き方です。ポイントを3つにまとめています。1つ、なぜ働くのか、心を高めるために働く。いかに働くのか、仕事を好きになるように働く。人生仕事の結果イコール考え方×熱意×能力ということで3つにまとめています。一つずつ紹介していきます。1つ目、なぜ働くのか。まずは現在の労働を嫌って厭うようなそういった傾向への問題提起から始まります。しかし稲盛さんは一生懸命働くことで幸福な人生を送ることができるというふうに説いています。誰もが一度は疑問に思ったことのあるなぜ働くのか、その問いに対して本書ではその答えを心を高めるためだとしています。一生懸命働くことが人格を作り、いい仕事を生み、またいい仕事が人を作るということを宮大工のエピソードなどを交えて語られます。なぜ働くのか、それは度真剣に働くことが人生を好転させ人格を高めてくれるから、愚直に真面目に地道に誠実に働くことの大切さが説かれています。2つ目、いかに働くのか。そうは言っても努力をすること、し続けることは簡単ではない。ひたむきに働き続けるためには心の持ち方を変えることが大事だというふうに説いています。それが仕事を好きになるように働くということです。もっと言うと仕事に恋をすることだとまで言っています。充実した人生を送るには好きな仕事をするか仕事を好きになるかのどちらかしかないけれども、好きなことを仕事にできる人っていうのはほとんどいなくて、ほとんどの人っていうのは好きでもない仕事からスタートすることになるはずだと。だからこそこの本では言います。与えられた仕事を好きになることから始めようと。好きになればどんな努力もできる、仕事に打ち込めるようになる、そしておのずと力がついてくる。力がつけば成果を生み、成果が出れば評価される、評価されればさらに仕事が好きになる。こうして好循環が始まってくると。好循環によってエネルギーが湧き出てくる自伝性の人になる必要があるというふうに言っています。自伝性、自ら燃える人ということですね。ただこの2つは前半に書かれていることなんですけども、この前半の心持ちが後半に展開されてくる働き方、高い目標設定ですとか継続力、完璧主義、創意工夫といったことにつながってくる内容です。そして最後に3点目のポイントとして、人生仕事の結果イコール考え方×熱意×能力というところで、紹介します。稲盛さんはこの成功の方程式としてこの人生仕事の結果イコール考え方×熱意×能力というふうに表せるというふうに言っています。この中でも特に大事なもの、最も大切なものは考え方だというふうに言っています。なぜなら熱意も能力も0点から100点までしかないが、考え方にはマイナス100点があるからということですね。どんなに高い能力も圧倒的な熱意もマイナス1点の否定的な考え方があるだけで、全てがマイナスというとても悪い結果を招いてしまうからです。だから正しい考え方を持って強い熱意で持てる能力を最大限に生かして仕事に当たってほしいというふうに最後に締めくくっています。ということで稲盛和夫さんの働き方という本を3つのポイントにまとめて紹介しました。意外にも本書は分量がもう少ないですね。また難しい言葉も少なくって、優しく諭すように記されているのも特徴です。ダイレクトに心に入ってくるので気軽に読み進めることができる本だというふうに思います。これから社会人になる人ですとか、社会に出て仕事に産んでしまっている人ですとか、働くということそのものに悩んでいる人にとってもおすすめの一冊です。自己自身の指針になるような本だというふうに思います。この動画を見て興味を持ってくれた方は、動画の説明欄にこの本のリンクも貼ってありますので、ぜひ手に取ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。